ジョージアの国旗は、セーギオルギウス十字の四隅に、エルサレム十字を廃した旗であり、ファイブクロスフラッグとして知られている。制定年は2004年、縦横の長さの比率割、3である。1367年のピッツェガーの兄弟の海図に、見えるトビリー氏と王国の旗し路に5つの十字架を用いるエルサレム十字の図案は、中世の十字軍でも使用され、 バグラティオニアサのグルジア王国の旗として用いられてきたものであり、11世紀初頭のバグラと3世に遡るとされる。グルジアの黄金時代にあたるタマル女王時代にも王国の旗として使用された旗である。1990年のグルジア独立後のナショナリズムの中でこの旗も蘇った。二千三年十一月のバラ革命で野党勢力のシンボルとして使われ、 2004年に新たな国旗と制定された。なお、この旗は、ミヘール・サー・アカシュビリ大統領が率いる、与党、国民運動の陶器でもあった。キリスト教を象徴する赤い十字が描かれており、国民の意見を聞いて、指示を得たとされている。それに先立ち、1999年に一度、議会で、白地に5つの十字架の旗への移行が可決されたが、 当時のエドゥアルド・シェワルナゼ大統領の拒否により実現しなかった。しかし、シェワルナゼがバラ革命によって辞任に追い込まれた後、サーカシュビリが新大統領に就任し、2004年1月14日に議会でこの国旗が再び可決制定され、約500年ぶりに復活した。なお、国旗に使われている白は、無垢、清潔、正常、賢明を表し、赤は、 勇気、勇敢、正義愛を表しているとされる。ジョージアの国旗は国内法によって以下のように規定されている。フラッグコンストラクションシート旧国旗1990年から2004年に使われたワインレッドの地に黒、白2色のストライプを配した旧国旗は縦横の比率は異なるものの、1918年から1921年の グルジア民主共和国の時期にも使われていた。民主共和国時代の国旗コンテストで優勝した。この図案では、ワインレッドは過去及び未来の良き時代を、黒はロシア帝国による統治を、白は平和への希望を表すとされていた。ありがとうございます。